い、ということでですね、今回はですね、夏もっさころということですね。まっさかりということで、今回はですね、夏野菜使ったね、ラタトゥイユ。皆さん、ラタトゥイユわかりますか？わかりますね。わかりますね、皆さん。はい、ラタトゥイユはフランス料理で、夏野菜の、トマト煮込みですね。トマト料理はかなりやるんですけども、ほんまにうまいです、これは。旬のですね、ナスとズッキーニ、ね、たっぷりいただけますんで、栄養価も、万全、作り置きもできるような料理になってますんで、やべ、なんか料理研究家っぽいこと言ってるね、今日ね。なんでかっていうと、まだお酒が一滴も入ってないからですね、地上波バージョンでございます。はい、ということで、今回はですね、至高のラタトゥイユやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料紹介いきます。ラタトゥイユ、夏野菜を使っていきます。今回ナス3本で 250g ぐらいですかね。はい、で玉ねぎ1個、これも200〜250g ぐらいで、ズッキーニ、これちょっと太いんで、1本 200g ぐらいあるんですけども、まあ、200〜180g ぐらいのズッキーニ1本使いましょう。あとニンニクが2かけ、そして、ホールトマト、トップバリューの、ホールトマト缶が1缶ですね。特殊な調味料って言ったら乾燥バジルぐらいでも、乾燥バジルってどこのスーパーにも売ってますんで、あとは概要欄に調味料書いておりますんで、そちらをチェックしてください。ということでですね、夏野菜を使った、たっぷり使ったラタトゥイユなんですけども、やっぱりね、夏野菜、夏のお料理を作るのに何が必要か、やっぱりね、自らクールダウンしなきゃいけないですよ、皆さん。水分補給とか言ってますけど、酒は水分補給になりませんからね、皆さんね。はい、炎上しちゃうからね、最近何かと YouTuber 炎上しがちだから。じゃあ今回は夏のレモンサワーにしようかな。アルチューマシン2号ですから、これね、ワンプッシュ半ぐらいね、最初はね。あんまりベロベロになっちゃうとね、すぐ寝れるようになっちゃうから、これね、生のレモン。この炭酸の音を聞くとさ、本当に心が安らぐよね。じゃあ今日はですね、僕一人だけで、いつも、飲んでるんですけども、今回はスタッフも巻き込みながら楽しくやっていきたいと思う。今日はこれ1本目で4本撮りなんですけども、4本目まで付き合っていただく、スタッフを紹介します。はい、じゃあたっくんお願いします。今日の意気込みは？4本頑張ります頑張ろう頑張りますか。頑張りましょう。頑張りましょう。4本目まで僕とタックンが立ってられるかっていうまあまあ大丈夫だよ。はい、ということでですね、じゃあやっていきたいと思います。でまずね、ニンニクを切っていきましょう。補欠を切り落として、こんな感じね。で、ニンニク潰してください。ニンニク潰すので包丁で叩くのが結構ね、怖いって方もいらっしゃるんで、包丁で潰すのが苦手な方はこうやってね、お手元のレモンサワーで潰してくださいね、これね。こうするとね、ほら、こんな感じで、ね。そして、この潰れたニンニクの、ね、裏に香りがするんで、これでもうおつまみと、ジョッキ完備ですのでね。あ、これはいけるわ。で、麺はね、ちょっと焦げやすいんで、ちょっとね、抜いていきます。はい、そして、このまま、潰した状態で刻んでいきます。ちょっと粗みじんみたいな感じですね。そんなに細かくする必要はないので、こんな感じです。で、これはね、もうね、フライパンに入れちゃうね。はい、そしたら次はおたんこナス。はい、ストンと切って、ヘタを切るときにヘタのあるところからね、切っちゃう方もいらっしゃるんですけども、ちょっとね、このギリギリ切ってください。ギリギリ切っていただくと、このギリギリに切ったところはね、全部ね、むけるんだよね、こうやってツルツルと。はい、そうすると果肉の部分が多くなって、食べられる箇所が多くなるんで、できるだけね、上目切ってくださいね、これね。で、今回は小さいナスビなんで輪切りにしちゃいます。だいたいね、1センチ弱ぐらいの輪切りでいいです。もうナスはね、全部輪切りしていっちゃう。はい、こんな感じですね。ちょっとね、面倒なんですけどね、ナスね、これをやると非常に味がね、染みやすくなって美味しくなるんで、ちょっとやってもらいたいことがあるんですけども、お塩ね、振るんですね、ナスね。ナスはね、果肉スポンジっぽいんですよ。で、ここにね、お塩を振るとね、水分がね、こう回るんですよ、このスポンジのところに。そうするとね、非常にトロトロになりやすくなって、ナスに下味もつくので、一石二鳥なんですね。これはね、別にバットでもいいし、まな板でもいいです。で、お塩を、小さじ4分の1だから、まあ、僕の手で、指でね、2つまみぐらいです。はい、これをね、全体に振りかけます。これを炒めることによって、かなりね、ナスがこうくにゅっとならずにですね、ジューシーに仕上がる。で、これでちょっと置いておく。じゃあ次行きましょう。ズッキーニも、輪切り、これも1センチ弱、まあ、8ミリぐらい。ナスはね、お塩振るっとくんですけども、ズッキーニはね、そんなに浸透圧を気にしないでいいんで、このままで大丈夫です。こっちはね、塩振んなくてもすっごいいい食感になるんで。そしてこいつです。
玉のネギです。玉ねぎはこうサクッと切って皮を剥きます。でこれもねちょっと切り方ちょっと特殊です。半分にしたらこれねこう4分の1にするんですね。でそしたらこうやって切っていく。これも1センチぐらい、これ1センチぐらいですね。繊維に対してね垂直に切っていく。そうするとですね繊維からですね非常にこう水分が出てですね玉ねぎトロトロになりやすいんですね。今回目指しているのはちょっとね野菜がトロッとしたラタトゥイユなんで、なんでこの切り方にしてください。今回は僕はねいつもね、繊維に沿って切ってるんですけども、今回はね逆らって切る。これ非常に重要でございます。でナスも今ちょっと切っててこれ見えるかな、これちょっとキラキラしてるの分かります？もう僕から見たらもうすっごいキラキラしてるんですけども、これはですねナスのおナスの水分が出てるんですね。だからこの状態でクッキングペーパーもしくは布巾でですねこうやってねおナスの水分をね拭き取っていきます。これぐらいナスがねはっきり見えるぐらいこうちょっと水分がね出てくるんですよ。でこれを拭き取ってあげる。これちょっとねナスの中の水分をね少しねこう出してあげることにより非常にですね短時間で、炒まりますし、片面だけで全然大丈夫ですから、はい、こんな感じですね。はい、そしたら、炒めの工程に入っていきます。じゃあニンニクが入ったフライパンです。ここにオリーブオイルを大体ね大さじ2杯入れて火にかけていきます。要はね最初は中火ぐらいでいいですよ。はい、こんな感じでシュワ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 ちょっと香り出していきますね。で、焦げない程度にねやってください。で、シュワシュワなってきたら、火はねちょっと弱めて大丈夫ですからね、弱火と中火の合間ぐらいですね。で、こっからナス、このねガーリックオイルをね吸わせていくんですね。今回ねナスに一番この油を吸わせてとろっとさせた方がいいので、最初にナスを入れます。で、入れたらすぐにこう全体的にこう油を絡ませるように、こうナス入れたら、ね、ちょっとね火は中火ぐらいにしていいかな。で、油ね、絡ませてちょっと焼いていきます。ちょっと焦げ目がつくぐらい、そうするとあと煮込んだ時にねおナスがとろとろになれますんでね。あとね玉ねぎとズッキーニは煮るだけでいいんですけども、ナスはね少しね火を入れた方がね美味しいん であんまり強火にしちゃうと今度ニンニクが焦げてしまうので、これぐらいのあれがいいと思います。わかりますか、これね中火で炒めててちょっとこう水分ねじわじわ出てきてるのわかりますかね。これが美味しく、炒まる合図ですよ。でこの状態で今ね中火ぐらいなんですけども4分ぐらい3、4分か炒めて、全体をちょっとこうしなっとさせるっていうイメージですかね。持った時にこうちょっとこうしなだれるというか、これぐらいのね全体にこうナスツヤっぽくなってくれるじゃないですか。これがいい合図です。そしたらズッキーニと玉ねぎを入れていく。玉ねぎもねこうバラバラにしてくださいね、これね。でこうズッキーニも入れちゃう。ほら夏野菜たっぷりでしょ。このレシピはねお野菜にね入ってなかったりねそういうレシピもねすごく多いんですけど、あれはね材料が少なくてもみんな試しやすいようにってわざとね材料使わないんですけども、試行シリーズはねそういう縛りがないのでガンガン使っちゃいます。と言ってもラタトゥイユにしては材料少ないですね。3つだけなんで野菜、僕の料理は作りやすさ重視、一回やって味確かめないとやっぱりやる気出ないんですよね。でこの状態でお塩を入れます。でこれも小さじ4分の1ぐらい、僕の場合ね2つ豆でね小さじ4分の1ぐらいなんで、このね下味のお塩ってのは大事なんですね。野菜から水分がねこの浸透してどんどん抜けていくんで、ナスにも塩の感じ入ってるんですけども、もう玉ねぎとズッキーニも塩をして、ちょっとね、水を出して、とろっと、させていきます。ちょっとね全体が炒まったところで、コンソメでさらにね味をつけていきます。小さじ1半入れます。でなんでコンソメを入れるかっていう とコンソメはね旨味が強いので、お野菜ってね実はねそんなに旨味持ってないんですよ。トマトはねちょっと結構あるんですけども、今回はね野菜たっぷりなんでやっぱりねコンソメの旨味入れてった方が美味しいです。でこれは野菜自体に入れていくために炒める時に入れてます。そしたらここからはねちょっとね強めにいきます。強めの中火ぐらい、焦げ目がつく と全体的にすごくね香ばしさが増しますんで、でお野菜の水分があるからもうねニンニクが焦げなくなってきてるんで割と強気にいっちゃって大丈夫です。でこの状態で結構ねナスがとろっといってるの皆さん分かると思います。これがねまたトマトで煮込まれるとうまいんですよ皆さん。玉ねぎもちょっと透き通って全体がツヤツヤになってきたら、ここでねホールトマト、ホールトマトっていうのはトマトがこんな感じになってますんで、ラタトゥイユはねのにする場合はねこうやって潰しながら入れる。この時気をつけなきゃいけないのは、あんまり勢いよく潰すと自分に飛びます。自分とか壁に飛ぶんで優しく潰してください。はい、で一貫に丸々入れちゃいます。もちろんねカットトマトとってもいいんですけども、僕はねホールトマト缶のがね若干ね甘さが残るような感じがあるので、僕はホールトマト缶を使うことが多いです。
はい、じゃあ潰し終えましたね。でこいつを全体に絡ませる。もううまそう。生のトマトね、使う方とかもいるんですけども、ちょっとねお高いのでお勤め品とかがあればいいんですけどね、ちょっとね原価がかかるので、僕はトマト缶でやる方が多いですね。だってねこんだけ野菜あるからね。はい、そしたらですねここに日本酒大さじ3。あのね通常はね白ワイン入れるんですよ。なんですけども僕はねトマトと日本酒の相性すごく過信してるので、こうするとねあの風味とね旨味が加わるんですよね。日本酒ってこうお米からできてるんで、生成されてるんで旨味がすごく強いんですよ。なんで、こいつを入れていきます。バジルがね小さじ1いかないぐらいですね。3分の2ぐらい、大体これぐらいか。もちろんねなければないでいいんですけども、バジル入れるとねかなりこのラタトゥイユのなんか地中海感みたいな感じがね出ますんで、バジルは入れた方がいい。まあもしくはねオレガノとかでもいいです。ちょっと違うんですけどね香り。でもなんかちょっとねスパイスを使ってあげた方が、この乾燥スパイスって、賞味期限も長いので、これを入れてあげた方がより本格的なちょっと至高な感じのですね香りがしてきます。でこれしたら中火でね蓋をせず煮込む。だからこのトマトソースを煮詰めていくような感じですね。はい、だいたいどれぐらいかな、5分ぐらいやります。ラタトゥイユはね、たまにかき混ぜましょうね。これ5分煮るんですけど、そうしないとね、そこからちょっと焦げちゃったりしたりするんで。はい、じゃあですね、ラタトゥイユ今ね、8分ぐらい煮込みました。このトマトソースがかなり煮詰まっても分かりますか。そしたらね、ここで最後の仕上げいきます。必ずね、これね、味見してください。ズッキーニあたり、これでも薄味非常に美味しいんですけども、僕はちょっとコンソメね、ちょっと小さじ半分入れます。皆さんね、小さじ2でやっていただいていいです。で、あとお塩ちょっと一つまみ。これはね、味見しないと分かんないです。塩分の強さって好みがあるんで、僕はね、結構強い派です。お酒も飲むので。で、もう一回。完璧になりましたので、盛り付けていきます。じゃあ盛り付けいきます。ほう、うまそう。ナスはねトロトロでね、ズッキーニがね結構食感を与えてくれるんで、このね配分はね非常に良いです。うまそう。これは完璧でしょう。これでここでオイオリーブオイル、ね、最後にこのフレッシュなオリーブオイルの香りっていうのも非常にねいいものなので全体かけます。そして、このままでももちろんものすごい美味しいんですが、僕はね卵を落としたいので、ちょっとね半熟卵を作っていきたいと思います。このグラスにですね、水 90cc ぐらいでいいです。で卵落とします。はい、でこれを、電子レンジで50秒加熱します。はい、厳密に言えばねポーチドエッグでも何でもないんですけども、半熟にするやり方はね温泉卵の代用品としてできますんで、まあほぼ温泉卵だ俺からしてみる。はい、でね煮ると こんな感じ。今ね45秒ぐらいで止めました。トロトロ卵ができるんで、これポコッと乗せてあげてください。パセリを。で、こちらで至高のラタトゥイユ完成でございます。はい、それではいただいていきたいと思います。いきます。ちょっとワインよ。じゃあいただきます。割って絡めて食べるんですね、これね。おぉ、これ最高。これはね、ラタトゥイユっつうのはこれですよ。絡まる卵もめっちゃ美味しい。ナスはトロトロ、ズッキーニは歯応えがあって、この食材のコントラストは非常に。これは食感のカーニバルや。いくらでもいける無限ラタトゥイユですね、これね。そして私の味変カンフジネーション、見てよタバスコ。これを入れた瞬間にもう今までも優勝だったのにさらに優勝できるという。あ、うまっ。卵と相性良すぎるんじゃ。タバスコをかけるとね塩味と酸味が少し加わって非常におつまみ向きになります。ということでさっきから飲んでた達也、いただきます。はい、じゃあ乾杯。乾杯乾杯。達也の大好きなワインをご用意しました。うまっ。うまいでしょ。トロトロ、こんなトロトロになるんですね。これはね、めっちゃ自信あります。ナスはトロトロなんだけど、ズッキーニはね、結構食感残ってるの。コリッとした感じ。タバスコさんもちょっとやってみる。タバスコさんで合う合うじゃん。がぜん酒向きになるよね。
あ、これ絶対ちょっとかけた方がいいですね。で今回あったかいじゃん、あのこれ冷やしても大丈夫なんだけど、冷やす場合は少し気持ち塩分強めに、あの冷たいと塩味感じにくくなるから、少しあの、まあ、食べる前にちょっと味塩で調整したりとか、お酢ちょっと加えてもいい。これめっちゃ美味しいです、マジで。うまいしょこれ。このね、夏にやりたかった、旬の食材をがっつり食えるから。ごちそうさまです。美味しかったです。じゃあそれあとで全部、あ、まります、まります。では皆さん、今回の至高の味はいかがでしたでしょうか。食材の切り方と炒め方と下処理ね、ちょっともうプロセスを踏んだ料理なんですけども、これ野菜ってこんなに食感が違って楽しめるんだなっていうことを皆さん分かっていただけると思うんで、これは非常におすすめのレシピです。なので皆さん、こちらの至高のラタトゥイユ、ナスとズッキーニが今一番美味しい時期ですんで、こちらぜひやってみてください。はい、濃いめ。あ、普通です。あ、普通。らしくねえじゃん。普通でしょ。いつも普通や。